はい、ってことで今回はね、自分の部屋を、最強設備にしたんで、今日はそれをご紹介したいと思います。ってことで、やったのはこんな感じでございます。はい、そう。こんな感じ？プロジェクターを設置しました。前から持ってたプロジェクターを使ったんですけど、実は、ここに、1、2、3画面あるんですけど、プロジェクターを、ちょっと、つけたかったんで、ここにスクリーンをつけました。ここでね、ここでフックでかけて、で、吊るして、で、ここの位置に、プリンター、置いて、プリンターじゃなくて、プリンターはこっちですね。3D プリンターはいつも使ってるの、これ。で、プロジェクターをここに設置して、で、どういう風に使うかと言いますと、ですね、まあこっちのメインディスプレイ、40インチのディスプレイで動画編集しながら、まあ上の画面で、ちょっと今音楽の音消してるんですけど、こんな感じに、はい、こんな感じに再生しつつ、下の画面で動画編集をすると。作業しながら音楽を楽しむというね、超最強設備を、はい、設置しました。ということで、まあこんな感じに、自分の部屋がより良くなったんでご紹介しましたという動画でした。はい、ではこれからも私の動画をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。